立て直す秋田。細谷ショットクロックは残り5秒です。タフショットですが沈めました細谷。1番トップの1のスリーポイント外れて、このリバウンドルーズボール頑張りました中山。さあ速攻につなげるか。2対2の場面、ウィリアムスがボールを沈めました。中盤に一気に逆転を喫してしまいましたから、この集中力をいかに続けられるか、前田ヘッドコーチもポイントも言っていたんですけれども、このポジション細谷のスリー決まる。13点差、一気に東京を引き離しています。秋田細谷前を向いてベースラインドライブ、一度戻して安岡へ、安岡からさあ細谷で連発スリーポイント2本連続。